オクターブ・ミルボーはフランスの作家、劇作家、ジャーナリストとして出発1899年に小説、セメクの庭を発表して注目を浴びる。続いて1900年にはコマ氏の日記を表し、1903年には戯曲ビジネスはビジネスを書き、自然主義作家としての地位を確立した。また、モネやダンとも交友を深め、 美術批評においても一家を成した。コマ氏の日記がルイス・ブニュエル監督によって映画化されると20世紀後半になって世紀末作家として再評価され初期の作品セバスティアン・ロック、ジュール神父なども相次いで再刊されている。また、コッホを描いた新聞小説天空にても注目される。良識化やあらゆる偽善者の目からすれば社会に その醜い真実を直視させたこと、そして自ら自己嫌悪に陥らせたことが彼の罪であった。真実と正義の要求に反するものべてに反発することによって彼はこの世の権力者にとって具合の悪いものになった。権力者たちはその点で彼を死んだ後まで追求したのである。ミルボーは40年にわたって俗悪なる、愚埋な民衆がひたすら大事にしようとしてきたものを、 残酷な喜びを持って暴露し、夜勤を押し、痛めつけてきた。それはデマゴーグであり、政治ごろであり、投資家であり、事業家であり、証券市場のゴロつきであり、産業界の黒幕だった。またそれは、教会の精神的圧生者であり、文芸美術のイカサマ氏だった。あるいはそれは、不健康なマスコミの操り人形であり、ペテン氏だった。 またそれは貧しいものを食い物にして太る金持ちであり、哀れみの心も待たなければ、芸術の精神も、また個人的な考えもなく、精神的知的満足のために、単に良識にぬくぬくと安住している者たちだった。それは病んだ社会の産物であり、そこではすべてが良識と正義の反対に動いてゆくのだった。そこでは民主主義と共和制の名のもとに、 少数の不得技官が、億面もなく、大衆を、ウジ虫のように集奪し、蹂躙し、痛めつけ、粉砕していくのである。それは才能を平均化してしまう社会である。芸術を、人気投票化してしまい、人間も物事も、才能も名誉もすべて、俗悪な商品に変え、需要と供給の掟き手に従わせてしまうものである。人間精神の廃墟の上にそれは非人間的な顔を、 した、資本主義、黄金の子牛の祭壇を打ち立てる。それが、地上のありとあらゆるところで価値を収め、世界を恐るべき、せめくの庭と化しているのである。ありがとうございます。